皆さん、こんにちは。ありがとうございます。私は本日ですね、大阪にあります MBS さんの番組の収録をするために大阪に来て、 MBS さんにお邪魔させていただいているのですが、皆さん、楽屋ってあるじゃない。テレビ局の芸能人の方が使われてる楽屋がどんなもんかっていうのをね、みんな見たことはないでしょう。ざっくりね、ざっくりでなんとなくふんわりは知ってるとは思いますが、詳しくはね知らないと思うんで、今回はねちょっとこの MBS さん、私が今度出演させていただくメッセンジャーさんの〇〇は大丈夫なのかという番組の私の楽屋でございます。ここがで、今日はその楽屋をね紹介していこうと思うよ。レッツゴー。お邪魔します。言うてまず開けたらドン。私の楽屋はこんな感じでございます。散らかす天才、本当に散らかす天才だと思う。昨日もちょっと前乗りで前日に大阪に来たんですけども、ホテルとか5秒で散らかしましたね。はい、散らかす天才でございます。もうすでにブーツは脱ぎ捨てられ、カバンは投げ捨てられ、パソコンやら台本やら書類が投げっぱなしの、弁当食いっぱなしの、柄もこのまますごいね。 MBS さんの楽屋がめちゃくちゃ快適なの。はい、そしてこれが本日の私の衣装でございます。これ新しく今季出たばったりのヴィトンのワンピースですね、にここに転がってます。これも新しいヴィトンのブーツさん。はい、これが本日の私の衣装です。でっかい鏡がついてるね。でっかい鏡がついてて、まあ机があり、テレビがあり、金庫があり、まあこんな感じで、まあめちゃくちゃ散らかしてますけども、めちゃくちゃなんかここでさ、勝手に布団作って寝て、自分の上着羽織って寝てました感がすごい出てるけども、こんな感じになってます。お菓子がいっぱいあります。この間フワちゃんが全部持って帰ってましたね、あいつ。でこちらが、はい、食いっぱなしの弁当でございます。いやでもね、今日の弁当は超当たりだった。マジで当たりだった。空気清浄機があって、でもハンガーかけるところがあって、ま、時計がありーのっていう、こんな感じですね、楽屋っていうもんは。でメイクルームはまた別であるんですけど、ま、ここでま、いろいろねピバピバ直したりするわけでございますよ。はい、てなわけでね、ちょっとさっきお弁当を食べてる最中にあのメイクの時間が来ちゃったんで、お弁当がちょっと中途半端だったんで、ほんの少しね弁当を食っていこうと思う。いやマジで当たりの弁当だった。いやマジで食いっぱなしだから、ここの絵面はクソ汚いんだけど、ここら辺にあのこれ弁当の写真、綺麗な弁当の写真載っけておきます。はい、ドン。もうね、当たりの弁当、超弁当がうめえわけよ。これはね、まずなんだろう、なんかよくわかんないね、白いつぶつぶがね、なんかね、いっぱいついてる、よくわかんない唐揚げなの。食べたんだけど、未だにこの白いつぶつぶの正体がまるでわからない。あとちょっとで本番なんで、もう一回飯を諦めようと思ってますけど、ほんのちょっと食いますわ。うめんだわ、これがまた。うん、うめえや、うめえ。はい、てなわけでね、まあ、こんな感じで楽屋の中では弁当を食って過ごしたり、まあ、あとはね私の楽屋での過ごし方でも見てってくれや。ちょっともうちょっと本番まで時間があるんで、食後の一服兼ちょっと明日やら明後日やらもうスケジュールが立て込んでるんで、こういった隙間時間を使ってね、動画の編集だったり、あのアップロードの何やかんやだったり、ちょっと請求書を作ったりしますわ。事務作業です。あとは本日のね台本をちょっと本番前に確認します。ある程度の台本の確認終わったんで、あとはゴロゴロタイムだよね。本番まであとちょっとあるんですけど、体力温存。
行ってないけどね、もう本番の時間がそろそろ迫ってまいりましたので、集落に行ってくるよ。頑張ってくるぜ。ちなみに言うけど、隣の楽屋は水戸夏目さんって書いてあった。前髪息してる？というわけで収録行ってきます。はい、てなわけでね、収録が終わりましたでございます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。いや、もう本当に爪痕、がっつり爪痕を残していた。そんな気はしてる。はい、じゃあ今お写真こちらドン。はい、今回この関西の番組なんですけども、 MBS さんのメッセンジャーの〇〇は大丈夫なのかという番組にね、スタジオの方に出演させていただいたので、ぜひ関西圏の皆さん見てください。オンエアは多分1月か2月頭あたりになると思うんですけど、で、まあ、収録、まあ、なんとかねこういったお仕事もしてきたことはあるんですけど、もうこんなにあったかい現場あるかなっていうような、司会のそのメッセンジャーさんたちもそうでしたし、まあ、パネラーの鈴木紗理奈さんともご一緒させていただいたんですけども、めちゃくちゃいい人。あとアンタッチャブルの柴田さんとも、ご一緒させていただいたんだけどね、すごい人だね。なんかもうね、瞳がいい人、もうめっちゃみんないい人。そして藤崎マーケットさんが今回私の企画を進行してくださったんですけども、もうね、もうみんないい人。そして朝日奈央ちゃんもね、かわいい、もうすごい。で、確かね、ためって言ってくれて、なんかちょっと嬉しかったです。ありがとうございました。テレビの仕事あまりそんなねって思ってたけど、悪くないかななんて、そんなことを思えた一日でした。いや、てかそう思える現場であれた今日が本当に嬉しい。しかもさ、もうほんと MBS のもう MBS のスタッフさんも全員マジで大好きになりそうなんだけど、いや、これが悪いんだよ、めちゃくちゃ悪いんだよ。え、お前は何様だって感じなんだけど、すいません、楽屋がちょっと寒いですとか、ちょっとパソコン使いたいですとか、携帯の充電器くださいとか、なんかもうピュア注文ばっかりと、もうあとね、何より本当グリーン車を用意してくださってありがとうございました。本当に最高だね。いや、今さ、楽屋のテレビがさ、一人でに勝手についたんだけど、ちょっと怖いんだけど、なんで怖い、今これふと急についたんだけど、え、怖い、え、怖い、え、怖くなってきた。だから怖い、え、帰ろう。はい、てなわけで、まあ放送の方もね、また近くなったら SNS あたりで告知させてください。てなわけで、本当に MBS のスタッフの皆様方、あとメッセンジャーの〇〇は大丈夫なのかの番組に携わってくださった、方々、今回本当にありがとうございました。またご一緒できる機会があるようにも頑張りますし、またご一緒する機会があった時もよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。てなわけで、テレビついたらマジでちょっと怖いから、帰ります、東京に。明日がね、もうイベントあるんでね、もう今日東京に帰らないと。くたばっちゃんで帰ります。バイバイ、またね。